長篠の戦いにより武田の勢いは失われたが、上杉謙信の部位は未だ健在であった。謙信を牽制し動きを封じておきたい信長は、旧朝倉領の越前から北陸方面への進軍を命じる。その総大将に任じられたのは、蟄居を解かれて以降黙々と武働きに励んできた柴田勝家だった。手取川の戦い。失礼、息災ですかな、姫。いや、今日は庭の林道がよく咲きましてね。姫、そろそろ顔を上げてはいかがです。いつまでも塞ぎ込んでちゃ体に毒かと。長政様を助けられなかった私が許されるわけにはいかないの。何度尋ねてもそればかりですがね。俺たちは生かされて今ここにいるんですよ。蟄居も解かれたことですし、いい加減前を向かないと死んだ長政殿も浮かばれないんじゃないですかね。すみません、言葉が過ぎました。ですが俺の考えは変わりません。俺はこれから上杉との戦に臨みます。姫もどうか勝利を祈っておいてください。待って、勝家。このままじゃ私はまた。よし、気張っていくか。だったら飲むぞ、利家。お、どうしたよ、権六殿。いつになく気張った面して。さては、久々の戦で武者震いしてんのか。あのな、利家。俺がそんな球に見えるか。心配はいらねえぞ。なんてったって俺がいるからな。ドーンと構えてくれよ、権六殿。ああ、気遣い、痛み入る。なあ半兵衛、お前は今回の上杉攻めをどう見るよ。正直順風満帆とはいかないだろうね。このところの進行は少し性急な気がするよ。だな、それが信長様の狙いなんだろうが、杞憂に終わればいいんだがな。
案の定上杉の夫人は盤石のようだ。さてどう崩すかね。南北からの進軍はどうです柴田の旦那。うまくいくとは限りませんが。じゃあお前は南を進め、俺は北だ。手始めに近くの砦を攻略するか。終了。御座、僕を率いる秀吉と数正殿は守らねえとな。おっと、本陣を守る長秀殿もだな。それ式の兵数ではこの砦は落とせぬわ。不浄なる織田の進軍到底看過できぬ。我ら上杉が残らず払ってくれる。雑魚ども邪魔すんじゃねえ。よし、本陣に近い砦を奪えたな。これでいくらか戦いやすくなんだろう。宝庫の憂いは立てた。これより御座前線の援護に回ろう。するか。オラオラ行くぞ。手が空いている奴は本陣を守れ。よし、このまさっさと進軍と行きたいところだが、本陣の様子が気がかりだな。妙だな、敵が少なすぎるよ。僕の予想では近くの砦に伏兵がいると見た。よし行くか。時は満ちた。皆の者、突出した織田勢を包囲するのだ。おいおい、待ち伏せかよ。が悪いな、一旦交代しねえと。好機到来、我らは上杉に加勢いたす。あれは一騎衆？上杉と組んでいたのか。うう、伏兵の存在は読めていたのに。雑魚ども邪魔すんじゃねえ。織田の連携は立てたか。ならば行くぞ。勝利を上杉の手に。あいつらが増援を手配しているのか。残らず倒して、ついでに砦もいただくかね。なんとか交代できたが、連携が取れないオイラたちに今できることは。ほら、オイラはここだ。追ってこい。旦那らの負担が減りゃいいが。大丈夫、これが僕たちに取れる最善だよ。秀吉の思いきっと伝わると信じよう。敗北条件変更。秀吉様が撤退しちまった。一体どうすれば。秀吉が引いただと。あいつのことだ。ただでやられるとは思えない。今は秀吉の分まで俺たちが振るわねえと。楽くれよお前ら。俺は過ぎたことは振り返らねえ。ただ秀吉の分まで決まるだけだ。もはや勝利をつかんだも同然か。行け、上杉の聖堂にて織田を払うのだ。開門。
この戦、我らの清き勝利は約束されている。無駄なあがきはよせ。ジェルがどうにも二度生かされた命、まだ知らせねえのによ。砦はいただくぞ。さて、ここからどうやって巻き返すか。開門。ようやく増援を止められたか。これで少しは前に進めそうだ。やっとけ。お前らの好きにさせてたまるか。俺の命に変えてもだ。味方が織田を引きつけている今が参道を抜け奇襲をかける好機であろう。開門。オンサ、オンサ、逃げ捨てだなんて、勝家は無事なの？出るか。知らねえ、本当にどうにかお守りしたいが、今俺が前線から離れるわけには。急げ。オラオラ行くぞ。急げ。耐えよう。敗北条件変更。それまで。奇襲を見抜けないと俺も鈍った。いよいよ年貢の納め時か。敵本陣を脅かして奴らを引かせるか。姫も安全、勝利にも近づく。一石二鳥だろう。おだめ、存外頼る。増援を送れ。開門。この砦を抜ければ敵本陣の近くに出る。どれ、奪わせてもらおうか。急ぎ織田の増援を叩くのだ。本隊と連携させてはならぬ。およ。織田の手勢か。軽くひねってやれ。とっとと上杉を引かせるか。姫、召喚ご無事で。やれよ。分岐の違いってやつだぜ。上場の戦果はあなたならば当然か。来てくれたのね。一緒に上杉を追い返そう。耐えきれ、引かせてもらう。よし行くか。雑魚ども邪魔すんじゃねえ。敵将ぶった切っといたぞ。悔しいがここまでか。なんとか倒せたみたい。緊張して私も歩み続けよう。叶う相手ではなかったか。オラオラ行くぞ。らえよ。それじゃあここから敵本陣を脅かすか。奴らがこっちに兵を割いてくれりゃ好都合。開門。おだめ、北の砦から攻め入るか。急ぎ兵を戻し奴らを打ち払わねばな。開門。
本陣はもう大丈夫みたいね。じゃあ今から私も前線に加わるよ。こんだけ早く倒したんだ、無事でいてくださいよ姫。私まだまだ戦える。担ぎに負けてられないよ。全力で頑張ろう。このまま敵の本陣へ向かいたいけど、手前の砦を攻略しておこうかな。織田もなかなかあがくではないか。その執念を称し、私自ら払ってやろう。かしょうかねえ。清き上杉が不浄なる織田を打ち払う。これはもはや自然の摂理というものよ。どっちが清いだとか俺には関係ねえな。俺はただ信長様のため戦うだけだ。柴田勝家、主君に刃を向けた不義なそなたを織田もなぜのうのうと生かすか。簡単な話だ。信長様にとっちゃ俺は単なる番犬なんだよ。十分にしつけ直されてりゃ手を噛んだ覚悟は気にしないんだ。あの方は御座。これぞ鬼の名を取る無双の武ってな。この砦を抜けたら敵の本陣だね。気を引き締めないと。開門。よし行くか。大丈夫なのかよ。ここ最近はすっかり塞いでたんじゃ。うん、でももう私は平気だよ。ずっと塞いでたんじゃ合わせる顔がないもの。踏んでっちまった。又沢天下無双よ。
織田の一年、この目にしかと焼き付けた。この剣心の膝を折らせようとはな。一心報いはしたが、ここいらが限界かもな。全軍、退却だ。奮戦に免じて不可を言わせん。次にまみえし時こそ、我が聖堂にて払おう。上杉は追い打っては来ないようだな。ジャック勝家、あのごめんなさい、勝手な援軍に来て迷惑をかけて。私、いえいえ、お助けくださりありがとうございます。姫、しかしなんでまた援軍に？あの時私の元を去る勝家が小谷城で全部背負って散ろうとする長政様に重なったの。もうあんな悲しい思いは二度としたくない。そう思ったらいても立ってもいられなくて、つい。姫、あの時そんなこと。あんな大見え切っといてつくづく面目ねえな俺。ありがとう勝家、あなたの言葉で目が覚めたよ。もうあんな風に塞ぎ込んだりしない。これからも私は自分を信じて戦い続けてみせる。長政様や勝家みたいにね。その息ですよ姫。俺もこの槍守る者がため振るうと誓います。松永久秀の反乱を鎮めた信長は次の標的を毛利に定め、西国攻略を本格化させる。その先鋒として出雲の丘陵回復を目論む尼子勢や拝馬の大名別所長春らを用いて毛利に当たらせた。さらに尼子勢の寄る光月城の後援として秀吉と光秀を派遣。信長自身も播磨平定のため出陣する。しかし長春らの寝返りで戦況は一変。苦戦を強いられた信長は秀吉と光秀を呼び戻さざるを得なかった。播磨平定戦。戻ったか十兵衛。三月も一緒か？いや、三月は光月城にとどまった。このままでは城は落ちる。誰かを尼子救援に向かわせることは。三木城の別所長春、それに有岡城の荒木村重が相次いで離反したことは聞いているな。すぐに奴らを沈めねば毛利を勢いづかせ、次は京を脅かされることになろう。故に光月城は捨てる。尼子一党を救う余力はない。それが天下一心のためなのだな。承知した。今はとにかく播磨の平定を急ごう。うむ。
なんせの断り、壊し尽くそうぞ。信長の道は俺が切り開く。別所は城へとこもる。なら城ごと打ち滅ぼすのみ。棟梁桃地より信長様へ、四方城を無事制圧した殿。三太夫の先行が走行した。皆信忠を先頭に四方城へ進軍せよ。で、あるこたびの戦、総大将は二人、いずれも守り抜かねば。任せておけ。今だ、織田信忠を討ち取れ。伏兵が潜んでいたか。ひるむな、応戦せよ。四方城に伏兵任せる。援護に向かえ。なんとか間に合ったな。今は目の前の戦いに集中しねえと。救援感謝いたす。しかし、奴らはどのように潜んでいたのだ。ここまでは全て想定通り。いでよ、織田勢を追い詰めるのだ。任せておけ。あの方からの敵襲は想定外。敵もなかなか考えているようだ。いかに織田とて、不意をつけば崩せよ。体勢を整える前に叩くのだ。織田の本陣は手薄と見た。直ちに攻め落とそう。開門。突進は本陣を狙うか。突進は承知。到達より早く奴らをほふらねばな。なんとか片付いたか。もう出てくるなよな。である。三月、光月城より戻った。親父に話がある。この戦が終わったらな。本陣突入の邪魔はさせぬぞ。本陣は守られた。しから直ちに攻勢に転じようぜ。信長が本陣の防備に気を取られた今が好機。あちらの城を落としてしまえ。開門。逃がさん。この城、敵に渡してなるものか。妙だ、敵の動きあまりに素早い。常に一手先を読まれているかのようだ。承知。申し上げます。毛利の増援が戦場に接近中です。厄介者がまた一つ。三木城の攻略を急がねば。苦戦は必至か。友軍の城は守り抜けたが、今は三木城攻略を急がねば。神代湖兵、前線へ向かえ。兵の士気を高めれば
優位に戦えよう。任せろ。出ろ。有岡城からようやく来てみりゃ、なかなか押されてるみてえだ。ならば反撃の糸口を作るべく敵を後方より脅かしましょう。敗北条件変更。秀吉が参った。任せておけ。戦況も幾分か好転しよう。討ち死に。おっと、敵のお出ましだ。オイラたちを足止めするつもりか。逃がさん。奴らを進ませてはならぬ。急ぎ援軍を潰すのだ。承知。もろいな。上々の戦果、あなたならば当然か。何人も止められぬと知る。不足なし、入れ。開門。諦めろ。残りの忍びどもは手前がやります。主は先へ。分かった、ここは任せるぞ。無理して死ぬなよ、カズージ。任せろ。で、あるか。出ろ。城に到着しました。みんな、攻撃を開始しろ。何、後輩の城が攻められているだと。前線の兵を三木城へ回せ。守りを固めよう。開門。任せておけ。逃がせ。敵が前線より後退するよう、この機を逃すな。全軍追撃せよ。どうやらここは敵の要所みてえだな。よし、戦力を集中させて落としとくか。突進は。よっしゃ、制圧成功だ。承知。次から次に湧いてきやがる。くそ、ご通じ苦戦してんのか。これ以上仲間を見捨てられるかよ。城内の兵糧が心もとないが、まもなく二打が到着する頃合いか。二騎城の兵端は我らの働きにかかっておる。決死の覚悟で輸送せよ。突進は。承知。三木城は兵端を外部に頼っているようだ。ならば立ってしまえば籠城も諦めよう。任せろ。カズージ、助けに来たぜ。俺の力を貸してやる。いつき、お前にしてはやけに素直に見えた。今はここを切り抜けるのが先決か。よし、二騎城は健在のようだ。我ら毛利が織田勢を倒してみせよう。来た、毛利。で、ある二騎城攻略と合わせ、奴らの対処に当たらねば。勝利条件変更。劇場へ急げ。行く手を阻む織田は残らず倒すんだ。毛利の増援か。オイラが迎え撃ってやるよ。
田に兵端を断たれたか。こうなっては打って出るしかあるまいな。開門兵糧なしで織田に打ち勝てるだろうか。上との戦いは避けろ。承知。晴れぬだろうな。度重なる侵攻もここまでだ。この私が織田の野望を打ち砕こう。やめろ。我は無双、全てを壊し尽くす魔王よ。やむを得ない、撤退しよう。もうダメ、任せろ。次は必ず止めてやる。手はず通り、織田本陣の近くに出たぞ。さあ、奴らに奇襲をかけてやろうか。本陣近く。承知。承知。特に毛利の手勢か。あやつら、いかように侵攻を。懐まで敵の侵入を許すなどありえるものか。内通者が手引きをしない限りは。だが、援軍が全て敗走だと。私は織田に逆らうべきでは。毛利がここまで来てしまったか。だが本陣は私が守り抜く。討ち死に。都市は何人も止められぬと知る。織田のやり方にはついていけぬ。貴様らに天下統一などさせぬわ。味方の救援ご苦労さん。早速で悪いが、てめえはここで果てな。勝利のため知ってください。一瞬任せておけ。あばめるものか。やってられねえな。織田の討滅かなわなんだか。無念なり討ち死に。存外手間取らされた。これにて播磨の制圧はなった。光月城は落ちた。勝久様も鹿之助も死んだぞ。で、あるか。おい、それだけかよ。親父に見捨てられて死んだんだぞ。一時の情に流されて判断を誤れば、犠牲は天子一党のみでは済まなかっただろう。だからってそんなに簡単に割り切れるもんか。なんでギリギリまで助けようとしねえんだよ。三月、お前には分かるまい。いや、分かったよ。親父がろくでもねえ冷血感だってな。そうやって鹿之助を切り捨てたみたいに、俺の父親も切り捨てたんだろ。お前、信行のこと。親父のこと信じたかったけど、もう無理だ。じゃあな。
憐憫に浸るのはさぞや心地よかろう。信長。まあどうだか、十。何をバカな、俺は。やっぱり、根っこは変わってない。俺の信じた光秀のままだ。違う。俺は変わった。正しきをなすために。生倉は魔王の懐にいらぬ。今日はいかがなさいますか。またいつでもどうぞ。